昨日の事業仕分けでは、在日アメリカ軍の駐留経費、いわゆる思いやり予算が議論され、抜本的な制度設計をすべきだと見直しの判断となりました。在日アメリカ軍基地で働く日本人従業員2万3000人の給与について議論されました。仕分け人は国家公務員の給与に準ずる給与水準に対して、基地のある地域の同じ職種を参考にして民間の給与ベースに合わせるべきだとして給与の削減を求めました。防衛省側は実質的には国家公務員よりも低いと説明したものの、仕分け人は民間とのバランスを考えた抜本的な制度見直しを求める結論が出されました。事業仕分けは最終日の今日、国家公務員住宅や財務省所管の国立印刷局などが議論されます。